はい、こんにちは。こんにちは。7月7日、今日は水曜日です。はい。はい、七夕なんですね。七夕ですね。はい。ついに来ました、七夕の日。そんな待ってんよ。いや、待ってます。だってね、織姫と彦星がですね、1年に一度しか会えない日なんですよ、空の上でね、うん、はいはい、でも今日はですね、不幸なことに、うん、雲がかかっていて、はい、雨が降ってるんですよ。なるほど。っていうことは、天の川をね、うん、お二人が渡れないので、うん、今年の七夕はね、織姫と彦星が会えない可能性があるんですよ。それはなんかおかしい言い分やな。何ですか？何ですか？星って雲の上にあるんですよ。我々がその合ってるのが見られへんだけで、上では雨は降ってないんです。そうかそうか。そうでしょ。なるほどなるほど。天界の話、雲の上です。我々はその、雲の下に住んでますから、はいはいはい、雨に合ってますが、はいはい、その上の星々、はい、そこには雨雲は存在しませんから。そうかそうか。上雲、雨雲の上で合ってるけれども、ね、我々に見られへん分、はい、むしろその分楽しんでらっしゃるんじゃないですか。そうかそうか、はい、見ひんでいい分、別に願い叶えんでええし、今そういうこともあるし、そういうこともあるし、別に公序良俗に反するようなことをしても別にいいんじゃないですか。そういうことか。見られてませんから。よかったよかった。じゃあ、はい、よかったかもしれないですね。そうでしょ、曇りの七夕で。ただまあその、まあ、言い伝えで言うと、まあ、日本、まあ、もしくはこれ中国の、ね、はいはい、考え方なんですが、はい、西洋の方ではそんな考え方ないと思うんで、むしろ雨降ってへんところもありますから、北半球は。まあまあまあ、ね、まあでもだって名前が織姫と彦星だから、もうバチバチの和ですもんね。まあ ねマイケルとメアリーじゃないですもんね。そうやな、はい、だから別に我々が見られへんっていうだけで彼らが会えないっていうわけではないんですよ。なるほどなるほど、勉強になりました。それは納得しました。それ昔子供の頃から思ってました。そうかそうか、はい、いや今日は雨でね、彦星と、織姫さんが会えないんですよ。いやいや、ホテルって上では雨降ってへんから、雲の下だけは。嫌な子供ね。嫌な子供ですね。いやでも普通に考えたら我々はそうやって理科の時間でそう習ってるのにやな。確かにそうや、全然違うやん。そのいやそうやけど、いやだからそのおとぎ話とかね、はいはい、そういった話でも、はい、やっぱりある程度、うん、自然の摂理や、はい、いろんな物事のね、断りという部分に関しては、はい、それに相反することは俺教えてあかんと思う。まあ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 神話ですけどね。まあまあそうやろ、確かに、ね、ここ俺ワンワン言うてたよ、そこでほったら大判小判がザックザクやで、ありえないよ君。大前さんペットでワン、はい、ちゃん飼われてますけど、そんな経験はないですか。なんか掘ってますけど何も出てきたこともないし、掘ろうとも思いませんね。、はい、まあ叫んでても、そうそうそう、ありえないですね。なるほど、ありえないんですね。ありえない。そうか。だからやっぱりそういうところもね、はい、やっぱり子供に教えるときに、うん、大人になって、はい、あ、俺は騙されとったんやなと思うわけですよ。そうか、そこで悔しい気持ちになるわけですね。そうよ、今そのちゃん通過。はい、そうです。はい、もうほんま新快速みたいに通過していきましたけど。早かったですね、今日から。だから、はい、僕はそういうことだと思うんですよ。なるほど、まあまあ確かに。もうちょっとね、うん、もう本当に世の中の摂理に合ったような形のおとぎ話とか作らないへんかいと。確かに、理屈で言ったら大前様は 100% なしですよ、はい、確かに。織姫行くし。このロマンチックっていうね、人間のその感情とか感性の部分に神話とかおとぎ話は訴えかけてる部分があるので、うん、雨降ったら会えなくてかわいそうやから、うん、この二人のために晴れをみんなに願いましょう、みんなでこの一体感でいいじゃないですか、うんうん、っていうその一体感の方があると思うんです。まあ、ロマンティックであるとか、はい、感性であるとか、はい、そういったものはもっと別の部分で感じたら僕はいいと思ってます。確かにそうです、ね、西洋の絵画美術館に見に行くとかね、確かにそれで十分養えるじゃないですか。います、ね、その話で何がロマンチックやねんと思いません？僕は割とそういうシーンはどこも見ます。乙女やね、やっぱりね、もう絶対僕はあかんわ。まずそんなことありえないと思う。なんでこんな話するんですかね。いやいや、もうやっぱりそうやん、根本的に違うねん。いい話やなと思うんですけどね。全然いい話ちゃうわ。まあ、そういう、まあ、おとぎ話とか、ね、はいはい、話名シーンであるとか、はい、まあ、いろんなね、はい、ことがあって、うん、そんなこと言ってたらね、宗教なんてね、成立しないわけですよ、うんうん、まあまあまあそうですね、ね、やっぱりでも何かを超越した何かがあるんでね、うん、そこはね、僕無神論者なんで神様いないと思ってたんですよ。ロマンティック感にしたらないんですよ、ね、そうでしょう。でもその一番ロマンティックなものを感じるっていうのは宗教の世界かもしれませんよ、まあ、確かにそうかもしれない。例えばね、生き返るキリストが復活するとか、うん、ね、天界に登っていくとか、うん、天使がいるとか、はい、でそういうところで考える、仏教でもそうですよ。確かに確かに、ね、そうですね、まあ、そういうことで言うとすごいロマンティックな部分も、うん、ありますよ。でも高野山なんか上がっていったら、はい、やっぱりなんとなく全然無神論者の我々でも、はいはいはい、
なんとか身を清められるような感じやな。確かにその雰囲気は感じますね。そうやろ、うん、降りたら忘れてるけど空気が違うみたいな、うんうん、あるじゃん。ありますあります。それはやっぱり何かあるんやろうな、うん、そういうものにはあのロマンチックとか、うん、そういったものあの感性という部分が、ね、はい、なんかその磨くものがあるんじゃないかと思いますが、はい、普通のそういうなんかもうなんかね、おとぎ話的なことに、まあ申し訳ないけども、はい、私は何も感じませんが、はい、まあ、それはもう個人の感想なのでね、河、はい、村さんはもう今日は雨降って残念がやってる、かわいそうやなと思って、はい、大体梅雨のね、7月7日なんで、どちら確率的に雨が多いんですよ、ね、7月7日は僕はむしろ、はい、七夕というよりも、はい、藤井康雄大先生の誕生日、すみません、おめでとうございます。坂口智貴君、あ、そうなんですね、おめでとうございます。そういう感じしかないです。ああ、要はその誕生日ご存知ですね。藤井さん、そろそろ解説の番じゃないですか。どうなんやろ、この間あの鷹の祭典の時に来てはりました。 RKB 毎日放送の担当でね、なるほど、いろんな仕事、やってはりますが、はい、まあ、そんな感じで、七夕というところで、はい、今日は、亀井さん、水夏の陣なんですね、はい、T シャツですわ。 T シャツ長い振りやったねそれこんな予定じゃなかったんですけどね、おかしいな、はい、これあの今ですね、選手の皆さんが練習着として着られている T シャツです。着てる着てる、はい、グレーでね、緑でね、めっちゃかっこよくないですか、このエメラルドグリーン、まあ、この エナジーグリーンっていうんですけどね、今回はエメラルドグリーンやないね、エメラルドなんか、まあ、ちょっとなんかグリーンチック、蛍光色の、蛍光グリーン、ね、ね、いいですね。でこの帽子と、はいはい、いいですね。でですね、もう一個ありまして、このマスク、うん、B エナジーって書かれた、はいはいはい、これ売ってるの、はい、これも売ってます。あ、本当に抗菌抗ウイルスマスク、あ、フリーサイズ、よかったら皆さんこれもよろしくお願いします。おいくらですか。600円やったかな、あ、700円やったかな、それぐらいですわ。でこれも売ってる、 T シャツも売ってますか。 T シャツも売ってます、はい、こちらは2000円か3000円で売ってます。2000円か3000円、はい、こちら3700円で売っております。2000円と3000円って全然違うな1000円の幅があるって、まあ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 、僕昔あのそれこそ、はい、なんか文句言いなんですけども、はいはいはい、クレーマーじゃない文句言いね、はいはい、あのタクシー会社に電話して、はい、あの迎えに来て、はい、ね、はい、そんならその時に担当者が、うん、それではあの5分10分寝かせてもらいますって、あの5分か10分かどっちですかって倍ほど違うやん。まあまあまあね。そ, まあ、それは多分正解としては、はい、10分で伺いますって言って5分についてもええやんっていう。そう、待っといてくれ、待っといてくれたやろ。5分10分やったらこっちは。僕そのそう暑い中にね。うんうん、暑い夏の日でしたわ、はい、5分間外で待ってなあかん、そんな。そう、待って待たしてあかんと思いますもんね。そうだろ、タクシーの方はね。そうだろ、だから5分10分で、そう、まあまあまあ、だからそれと同じように2000円3000円では全然違いますよって、まあまあまあ、2000円から3000円で売ってますわちょっと全然違いますから、まあ、まあ、そんなもんですよ。まあ、おそらくお理屈的に言うと3000円です。多分そうだと思うんですよ、はい、はい、だから、そうそう、だからそういうあの曖昧なことで嫌いやねただね、これ3000円って、おそらく3000円なんですけど、3000円って言い切って、うん、違うかったら困るので、うん、今2000円か3000円。でも3000円と言われてて2000円やったらまだ許せない。ああ、なるほどね。そうやろ、カメラさん3000円ってこと2000円で買われたと思ったらラッキーって、逆やったら払ったって。ただね、あのね、2000円3000円っていうことによって、今カメラさんは値段を曖昧にしか分かってないっていうふうに思うんですよ、うん、これ3000円です断言したときに、うん、3500円やったら500円損するやんけって思わせてますから、うん、2000円3000円って言ったことによって、あの、あ、値段が曖昧な人が伝えたのに2000円3000円曖昧やったら伝えへんほうがいいですよあの詳しくはウェブでですから、もう絶対あの僕らアナウンサーの世界で曖昧なことは言うな、これはもう本当にあの本番で絶対に言われたことですね、はい、あのいい加減なこと言うなって、まあまあ そうですね、放送上それこそクレームいっぱい来るよ。まあまあそうですね、なだからね、金もこの世界で生きていこうと思って曖昧なこと言わんよ。あ、カズチューブから気をつけます。そうやろ、はい、カズチューブ買ってクレーマー多いからね、まあ、間違いないほんまに間違いない、うん、はい、もうクレーマー撲滅運動みたいなですね、もうほんまに一件もう通報していきますから、やったら、通報してもいいし、まあでも俺最近読んでないし何も。あ、ほんまですか、うん、僕は君全部読んでくれてるよな。まあ大体読んでます、はい、よっぽど遅れてきたやつとか読んでないですけど、はい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 、大体読んでます、リアルタイムのやつは、はい、ね、面白いですよ、皆さんのコメント。あ、そう、はい、いつもありがとうございますまあでもね、何の話してたの。そうそう、まあ、ビーズナットジーンですかね。大前さんもこれハリセンよ。これあの皆さんにですね、あの全員にお配りしているハリセンがありますので、これみんなに、これは、はい、入場者全員にお配りしてます。これは売ってない。売ってません。なるほど、無料で、はい、配布です。配布物、はい、結構音鳴るね。これがだからね、5000人一斉に鳴らしたら結構ね、うん、確かに、あの5000人と思えない規模の応援になりますよ。5000人引く、はい、350人の楽天が応援が、およそ4600人ぐらいの、うん、ね、まあ、鳴らすの嫌やったらこうボードとしてね、はい、こう持ってもらってもいいんで、応援ボードとして
結構かっこいいです、デザインが、ね、綺麗でね、なんといっても今年の、ね、夏の陣綺麗なんですよね、このグリーンが、うん、僕すごい好きなんですよ、うん、グリーン、エナジーグリーンです、グリーンも好きですね、いいですよね、はい、今日僕あの靴の靴グリーンです、ほんまや、靴紐がグリーンですね、はい、あ、さりげないところまで、そうやろ、はい、ヤクルト色って言われてるね、ヤクルトちょっと違うくないですか、ヤクルトのグリーンじゃない気がする、こんな靴 ね、はい、それこそこっちの方似てませんね、んそれやったら、ああそう ね、うん、まあでもこういうね、はい、あ、まあせっかくね、うんうん、みんながグリーン着てはるんで、はい、おしゃれですね、はい、見えないところ、はい、で僕には誰も何もくれへんからね、せめて、はい、もう靴だけでも自分の持ってる中でグリーン何かあるかなと思った時に、はい、あの靴がこれが一番近いかなと、なるほど、なるほど、深いもっとあの深緑とかモスグリーンね、うん、例えばシャツとか、はいはいはい、ポロシャツとかはあるんですが、はい、この明るいグリーンがなかったね、それを見て、あ、今日靴箱をつらつらと上の段から見ていきますと、はい、この靴が目に入ったね、あ、はい、でもいいですね本当に、うん、はい、気持ちだけでもいい感じです、そうやろ、はい、そうなんですよ、だから今日はね、頑張ります、はい、で今日はもう僕は実況じゃないんで、はい、はい、今日亀さん、はい、田島投手ですね、田島投手、はい、まあ、最近ずっといいピッチングが続いてますので、そう、前回いいピッチングでもありましたし、はい、前回のヒーローインタビューは本当に感動的でしたよね、はい、田島さんの、あ、みんなに感謝するっていうね、そうですね、ご自身の言葉でありきたりの言葉じゃなくて伝えられてたのがすごい良かったと思いました、そうね、はい、なんていうのかな、ペラペラ喋るタイプの方じゃないんですけども、 それだけにこう言ってる言葉の意味って思うんですよね、そうそうそう、本当に一気も一個丁寧に喋られててね、はい、そう、逆に得やね、ああいうのはね、あー、かもしれないですね、ね、なんかこう、10言うたら、うん、12、13伝わるやん、伝わります、伝わります、我々しょっちゅう喋ってる人間は100言っても10伝わるか伝われへんか、しかも曲がって伝わることがあるからね、あ、なるほどね、それ困りますね、困るわ、ほんまに、っていうわけで、はい、頑張れ田島、頑張ってください、で今日は田中マー君を、ね、打てるかも、前回はだから神戸で勝ってるんでね、マー君相手に、まあね、はい、吉田選手がスリーラン、逆転スリーランを放ちまして、逆方向にね、逆方向に、謎のリクエストになったっていうね、はいはいはい、リクエストがあれは審判判断の VTR か、審判判断の VTR, VTR のビデオ検証、そうです、そうです、リプレイ検証だったんですよね、はい、直接入って、はい、跳ね返ったんですね、跳ね返ってきたんですが、はい、前から3段目、4段目に座ってた人のフライドポテトを直撃していましたね、直撃してましたね、はい、ポテト飛んでました、飛んでました、はい、そういう状況だったんで、はい、すぐ分かったと思うんですけど、はい、僕らあのビジョン室が3塁側にあるんで、もうすぐ超えた方が分かりましたね、はい、すぐ分かりました、はい、なんであれをビデオ検証にするんやって感じの打球ではあったんです、頑張れ打線ですね、いや本当に、はい、昨日でも田中マー君よかった、田中マー君じゃ則本、いや則本さんはいつでもいいですね、オリックス戦は特にこの球場で、この球場でもちょっと打たれへんもんね、でもワンチャンスで2点取った奈良選手のヒットすごかったですね、まあ素晴らしかったですね、はい、まあ、立ち上がりなんね、うん、でそこを逃したらおそらくまたずっと0点、ああそうかそうか、そうですよね、うん、だからそういうのもあるんでね、うん、今日もそのピッチャーが一番立ち上がりくるとよく言いますんで、うん、なんとか、はい、そこをね、ついていければなと思っております、はい、そうですね、はい、今日の注目ポイントとしては立ち上がりですね、注目ポイントは立ち上がりということと、はい、七夕で、堀姫と、はい、彦星が会えないと、はい、会えないんですよ、今日は雨で、かわいそう、はい、いえ、我々は会ってるとこも見えへんだけど、ほんまは会ってるんですよ、まあ、そういう解釈もありますね、いや、そういう解釈で、そういう解釈しかないわ。